ダビデアストーリは、イタリア・ロンバルディア州産ジョバンニ・ビアンコ出身のサッカー選手。ポジションはディフェンダー。左利きのセンターバックであり、カリア・リカルチョで、セリエ A デビューを果たした後、AS ・ローマやアッコフ・フィオレンティーナでプレー。フィオレンティーナでは、首相も務めた。イタリア代表にも選出されフィーファ・コンフェデレーションズカップ2013に出場した。 2018年3月4日に遠征先のホテルで心臓発作のため休止した。ミランのプリマベーラ出身。セリエ C1 の ASP ツイゲットをー,ーレンタル移籍し、プロキャリアをスタートさせた。チームはセリエ C2 に降格したが、準レギュラーとして活躍。翌年もセリエ C1 の US クレモネーゼーレンタル移籍。 二年間のセリエ C1 での活躍により2008年からは、セリエ A のカリアリカルチョへ移籍。一年目は、出場機会がなかったものの二年目からは、フェデリコ・マルケッティ、ミケーレ・レカニーニラと共に DF ラインを形成し、フルス・ミランへの復帰も囁かれていた。2011年6月22日、入団4年目にして、ミランから保有権を買い取り、カリアリへ完全移籍した。 2014年7月25日、エースローマに買取オプション付きでのレンタル移籍が決定した。UEFA チャンピオンズリーグのチェスカ・モスクワ戦では、欧州カップ戦でのデビューを果たした。24試合に出場したものの完全移籍には至らなかった。2015年8月4日、アッコフ・フィオレンティーナへ、買取義務付きのレンタルで移籍。2017から18シーズンには、 フィオレンティーナのキャプテンとしてプレーしていた。最後のシーズンは25試合出場1得点。生前最後の試合となった2018年2月25日のキエーボ・ベローナ戦ではクリスティアーノ・ビラーギの決勝ゴールをアシストしている。U-18 イタリア代表代表で4試合に出場。U-21 代表では招集されなかったが、チェーザレ・プランデッ 二監督の偉人となった2010年8月10日のコートジボワール戦で A 代表初招集を受けた。2011年3月29日のウクライナ戦では途中交代で A 代表デビューを飾ったがイエローカードを2枚もらって退場処分を受けた。2013年6月30日コンフェデレーションズカップ3位決定戦のウルグアイ戦で A 代表初ゴールを決めた。 イタリア代表では通算14試合に出場。生前最後のイタリア代表の試合となった2017年11月のスウェーデンとのワールドカップ予選プレイオフにも招集されていた。2018年3月4日、ウディネーゼカルチョとの試合のために宿泊していた。遠征先ウディネのホテルで就寝中に休止した。死因は心臓発作とみられている。スタディオアルテミオ。 フランキに設けられたツイートスペース。タオルマフラーやアストーリーへのメッセージが捧げられている。アストーリの死を受け、所属するフィオレンティーナとウディネーゼの試合に加え、フルスカリアリとジェノア CFC の試合も延期が決定。その後、3月4日に行われるセリエ A7 試合すべての延期が決定した。また3月6日から8日にかけて行われる。 チャンピオンズリーグ、ヨーロッパリーグの試合前に黙祷が行われることになった。フィレンツェ市長のダリオナルデッラは同日は自然体でもに服すことを表明した。3月6日、フィオレンティーナとカリアリはそれぞれの公式ツイッターでアストーリがつけていた背番号13を永久欠番にすることを発表した。葬儀は3月8日にフィレンツェのサンタクローチ教会で行われ、 フィオレンティーナのクロアチア代表 MF、ミラン・バデリが長寿を読んだ。アストーリの死後最初の試合となった3月12日の、フィオレンティーナのホーム、スタディオ・アルテミオ・フランキデのベネベント・カルチョの、試合前には両チームの選手と審判団が肩を組んで、黙祷が捧げられ、アストーリの背番号にちなみ開始13分に試合が一時、中断されゴール裏に、コレオグラフィーが掲げられた。 試合は1から0で、フィオレンティーナが勝利した。3月18日、フィオレンティーナ CEO のマリオ・コンニーには、アストーリに敬意を表し、クラブの練習場の名を、スポーツセンターダビデアストーリに変更することを発表した。4月9日、イタリアサッカー協会は、アストーリに敬意を表し、フェアプレー賞の名称を、プレミオダビデアストーリに改名することを発表した。 2018から19シーズンより、セリエ A では統一したデザインのキャプテンマークが使用されるようになったが、アストーリーのイニシャルと背番号13が入れられたキャプテンマークを使用していたフィオレンティーナについては特例とされた。既婚者であり、2016年には妻との間に娘が生まれている。生前はピッチ内外で人格者として知られ、セリエ A における フェアプレー賞にも彼の名が完成られている。ありがとうございます。